牛乳に梅干しを入れてでかき混ぜて飲むと、こう牛乳の甘み旨まみと、まあ、梅干しの塩味酸味がうまくこうマイルドになってですね、こう美味しくなるということはあります。こんにちは、味覚の研究者の鈴木隆一です。今日は味覚に関する質問にお答えします。This is 味覚サポート。 最初の質問は子どもの頃苦手だった食べ物が大人になって好きになることがあるのはなぜ子どもの頃苦手だった食べ物があの、まあ、苦手だっていうのは大体酸味とか苦味とか辛味とかが関係していると思うんですけれどもそれらがこう食べれるようになったので、えー、好きになってくると。酸味とか苦味とかそういう人間が本来こう避けるべき味に対してこう食経験を積んでくるとあこれは危険じゃないんだと。 酸っぱいというのは腐敗のシグナルなんですけどこれはあの例えば酸味が食べてもあ大丈夫だ食べられるとで苦いものは毒物の警告なんですけどあこの苦いものを食べても大丈夫だということで食経験でこう警戒本能が解かれていくのでそれで徐々に酸っぱいものや苦いものが好きになってきて食べれるようになるということですよく舌が肥えると言いますがどのような変化があるのでしょうか舌の表面にある未来という細胞の中に味の成分が入っていくことによって 私たちはこう味覚を感じているとその味のデータをたくさん持っているかで舌が超えてくるということですよね一番分かりやすい例はワインだと思うんですけど繊細な違いをこうソムリエの方とかは当然分かるんですよねでそれはまあワインを飲み慣れていて細かいワインの違いをちゃんとこう見分けられるからなんですよねでワインをほとんど飲んだことがない人はこうワインのデータベースがないので大雑把なワインの味しか分からないということです 例えばですね、味噌汁って結構細かい味、日本人、ほとんどわかると思うんですよね。で、外国人の人は味噌汁の細かい味の違い、ほとんどわからないと思うんですけれども、逆に言うと、例えばインドのスパイスの細かい味の違いは、日本人にはわからないですし、 要はそれはじゃあ日本人とインド人どっちの方が優劣があるかっていうとそうではなくてあの単純にその自分がどれだけその味に親しんでいるかそれでこう細かい味の差があの分かるようになっていくということはあるかなとそれぞれの味覚の感じる強さが何が一番感じやすく何が一番分かりにくいですか苦みに関しては人間はかなりセンシティブだと思います。 なぜかっていうとやっぱり毒物の警告なのでちょっとでも毒があるとこうそれを排除しなきゃいけないんですよね特に子どもはやはり苦味非常に感じやすいですよね大人はやはりビールとかコーヒーとかで結構慣れているので少し鈍くなっていると思うんですけれども、まあ、あの全然苦くないもんでも子どもがあこれ苦いとかそういうところがあるかなと思いますまあ一番分かりにくい味あえて言えばまあ甘みかなと思いますけどね1%の砂糖水であってもあんまり感じないので例えば食塩だったら1%っていったらかなりしょっぱいわけですよね 甘みはか分かりにくいかなと思います。辛味に関してはあのまあ、基本ゴミって言って甘み塩味酸味苦味旨味っていうのがあるんですけど、この5つの中に含まれていないですよね？これなぜかというと辛味というのはあの痛覚だからです。最初の一口目はそんなに辛くなくてもまあ、10口目とか20口目に辛く感じるってことがまあよくあると思うんですけど、一発殴っても痛くないけど、10発殴ったら痛いとか同じところですよ。通常のその味覚であればその未来で感じているので。 まあその蓄積でってことはないんですけれどもあの辛みに関してはどんどん痛みも増していくっていうところがあるので感じる辛さがこう溜まっていって後味で残っていくっていうことはあると思います。スイカに塩をかけるというんですけれども例えば白いテーブルの上に黒いものを置いたらその黒さがより濃く感じるように、まあ、錯覚に近い感覚なんですけれどもこのしょっぱさがあることによってよりその甘さが引き立つのでより甘く感じるということです。 お酒アルコールが、えー、味覚に与える影響にはどのようなものがありますか酒のの種類によっておつばみ合合う合わないがあるので個人的に気に気なります酸味とか苦味の美味しさをより人間にこう拡張したのがおそらくアルコールじゃないかなと思ってまして例えばまあビールとかワインもそうですけど、まあ、苦味とか。 まあそういうことは酸味とかそういう,こう人間がもともとあまり好まない味ですねそ人生で初めて飲んだ時ほとんどの人美味しいと思わないと思うんですよでも飲んだ後にやっぱりこうハッピーになるわけですよねアルコールの効果なので,でそうするとあこの味はこのハッピーと結びつくんだとそれであの ま、この味は美味しいんだということをこう。後天的に学習するんですよね。そこで、酸味とか苦味の嗜好性に対して、人間の味覚にかなり大きな影響を与えたのが、おそらくアルコールではないかなと思っています。まあ、お酒の種類によっておつまみの合,う合わないって話ですけど、やっぱ保管関係でやることが大事で、基本アルコールとこう料理とか。まあおつまみの味って全然違うと思うんですよ。味が違うことによって、そのまあ、コントラストですよね。例えばビールの酸味苦味と唐揚げの。 塩味うまみがこう,うまくミックスするのでお互いの美味しさを引き出し合ってより美味しく感じるとということですよよね。よくまあ白ワインに魚料理赤ワインに肉料理って話ありますけど、まあ、あれは本当でして赤ワインの強い味があの魚のカルパッチョの繊細な味わいを消してしまうのであまり相性は良くなくてで赤ワインであればステーキ肉のようなこうきちんと味が強いものの方が良いということは言えるかなと。 思いますちょっとこう面白いところなんですけれども例えばその牛乳に梅干しを入れてでかき混ぜて飲むとこう牛乳の甘み旨みとまあ、梅干しの塩味酸味がうまくこうマイルドになってですねこう美味しくなるということはありますなぜ西洋では旨味概念が最近まで知られていなかったんでしょうか 旨味というのは、あのいわゆるうまいっていう感覚。美味しいという感覚ではなくて、昆布だしとかかつおだしとかでそういったあの味のことを言います。日本はまあ、島国で非常にこうたくさんの海の幸に恵まれています。魚で動物でタンパクを取っていたので、それでやはり魚介系のですね。こうだしを使う文化がすごいあったので、まあ、旨味という。あの非常にこう稀なあの。世界的にもかなりこう。 あまり知られてない概念をうまく見つけ出すことができたんですけど、逆に海外はその動物性タンパクはほとんど肉食なんですよね。そのまあそれが豚肉なのか？ 牛肉なのかいいろろありますけれどもでそうするとこううまみ単体の味で感じる機会っていうのがあんまりないんですよアメリカとかだとうまみっていうのは甘いのとしょっぱいのを足して2で割った味とかですね言われてしまうわけですよねなんですけどまあ実際は我々からすると全然そのうまみっていうのは甘いともしょっぱいともやっぱ違うので、まあ、それに気づけたのはやはりこう海の幸でこう味覚をこう鍛えていたからだというふうにあの私は考えています日本がやはり特殊な食環境だったということですね次の質問は 第6の味があるるって度々見るけど本当私のこう感覚といたしましては今のところまだないかなと思っています。それなぜかというとその先ほど言った気温ゴミですね実はあのレセプターがあるんですねその舌の、まあ、未来の中にですねそのレセプターでその味を例えば甘みのレセプターとか塩みのレセプターがちゃんとあって で2000年にうまみのレセプターがあったということが証明されたのでうまみは気温5ミになりましたとで。じゃあ第6があるかっていうとこれは結局レセプターが発見されないとこう決着しないんですよね。でまあファット味とか油の味ってよく言いますけれどもなかなかこう油の味って何ですかね 第6の味と言えるかっていうとちょっとまだ微妙だなとは思うんですよね。ただやはり多くの学者がやはり第6の味を見つけたいと、まあ、そ第6の味をもし見つければノーベル賞取れるかもしれないとですねというふうに思ってやはり主張しているのは事実だと思うのでこういう味もあるかもしれないねという話ですけれども、まあ、今学術的にはけ結論は出ていないという理解です。おいしいっていう,こう感覚はやっぱり人間の,その人生において非常にこう有益かなとおい美味しいものを食べていればねこう 多少嫌なことがあっても乗り越えられるかなと思うので、味覚の知識をつけた上でこう美味しさをこうより探求できるといいかな。とまあ個人的には思います。